それじゃケイちゃん、ちょっとだけ起きてくれるかしら。うん。私、別に熱はないよ。そうね。だけど、体を拭いて気持ちよくなれば、眠気も訪れるかもしれないわ。それに、汗もかいたでしょ？ケイちゃん、お風呂に行きたがっていたから。せめてこれぐらいはしてあげようと思って。ほら、手を出して。うん。冷たかった？大丈夫。ヒヤヒヤしてて気持ちいい。そう。ゆめさん、もう体も不自由なく動くんだから、それぐらいは自分でできるよ。顔はいいけど、背中なんかは大変でしょ？それはまあ、多分。それじゃあ、こっちに背中を向けてくれる？これでいい？それじゃあ、髪を寄せてくれるかしら。後で髪もちゃんとすきましょうか。しないでしょ。ケイちゃん、そんなに緊張しないで。疲れてしまうでしょ？それはそうなんだけど。すぐになれるわ。これぐらいでいいかしら。少し腕を上げて
脇を開けてくれる？ちょっとくすぐったかった？今のはちょっと、もう少し力を入れてくれた方がくすぐったくはないかも。じゃあ、これぐらいなら大丈夫？それぐらいなら。心配してくれてありがとう。まだ大丈夫よ。まだ？そんな顔しないで。いつそうなるのか私にもわからないだけで、別に我慢しているとかではないのよ。ただね、ずっとこのままなんて言えないから。それはわかる。ねえ、ゆめいさん。なに？ゆめいさんは無理しないでよ。苦しかったら苦しいって、辛かったら辛いって、ちゃんと言ってよ。私鈍いから、言われないとわからないから、言われないと何もしてあげられないから。お母さんが過労で倒れちゃうぐらい疲れていたことに気づいてあげられなかった。全然ダメな子だから。ありがとう。ケイちゃんはいい子ね。その気持ちだけで十分よ。違うよ。私いい子じゃないよ。私はわがままな子だよ。私は私のために言ってるんだもん。後になって自分を責めるのが嫌だから。大切な人が。いなくなってしまうのが嫌だから。私の血を飲んで。ユメイさんが消えてしまわないように私の血を飲んで。ケイちゃん、そんなに心配しなくても。朝のニュースで言ってたんだ。体中の血がなくなっている遺体が発見されたって。証拠はなくて勘なんだけど、それって、昨夜のあの子たちが犯人だと思うんだ。そう。お亡くなりになった人が。あの子たちは本当に鬼なんだ。
そして私はその鬼に目をつけられているんだよね。そうね。あの子たちの目的は他にあるのだけれど、ケイちゃんのことを諦めたとは思えないわ。今のうちに私の血を飲んで力を蓄えておいてほしいの。私はすでに真昼の光の中に立てるほどの力をもらったわ。こうしてケイちゃんと触れ合えるほどの力をもらっているわ。だけどそんなのすぐに足りなくなるよ。そんなことはあると思う。その体を維持するのにも力が必要なんだよね。血を飲まないと減る一方なんだよね。お柱様のご神木が力を集めてくれているから減る一方というわけではないのよ。無茶する人だよ。昼間なのに私を助けるために出てきちゃうような人だよ。だからユメイさんには無茶しても大丈夫なように備えてもらうの。力をいっぱい使っても力がなくならないように。私の前から姿を消してしまわないように。ユメイさんが吸ってくれないとね、この体の中の血が全部なくなっちゃうかもしれないんだよ。あの二人は本当に死んじゃうまで血を吸うような子だから、そういう子たちが力を蓄えてくるかもしれないんだよ。私、吸われるんならユメイさんがいい。わかったわ。ケイちゃん、いいのね？血をしているんだからこれ以上はダメ。私は傷を治すことはできるけれど、それ以上のことはできないんだから。体を傷つけるのは良くないわ。
でも。大丈夫。もう十分よ。たとえ今晩あの二人が襲ってきても、私は消えずにケイちゃんを守れるから。それにケイちゃんだってごちそうをいっぺんに並べられても困ってしまうでしょ。うん。だからね。夜分失礼します。鳩尾圭さんと浅間朔也さんはこちらにいらっしゃいますか？圭はあんたと鬼の戦いに巻き込まれて崖から落ちたって話じゃない。直接巻き込まれたってわけじゃ。ふん、鼻息の荒さの割には随分とだらしないんだね、今の船場の鬼切り役は。先代の実力はよく知らないんだけど、先々代の足元にも到底及んでないんじゃないかい？早々に奴を始末できていたならば、あのような事態は起こりえなかった。ひとえに私の能力不足が招いた事態だ。いいんだよ、ユメイさんのおかげで私はこの通りピンピンしてるしね。ないの？どうしても何も、奴はすでに何人も人間を殺し、その血肉を食らっている文字通りの鬼だからだよ。だから鬼切り役である私に迷惑だった。そんな風には見えない。しかしケイさん、考えてごらん。昔話に語られる典型的な鬼ババとて、表向きは旅人に宿を勧める善良な老婆に見えるものだろう。それに奴が鬼である他にも、
私には奴を切らねばならない理由がある。奴の存在そのものが我ら千羽刀にとっては他の鬼切り部に顔向けできないほどの恥だからね。あの、それはアキラさんという方と。ごめんなさい。いや、そのことに関してはそちらの方にもいろいろと言いたいことがあるんだ。その件に関してはお互い平行線ってことで話がついてるだろ。それにこの子の前でそんな関係ない話を持ち出すんじゃないよ。まったく。そうでしたね。で、あの子、ああ、その鬼とやらは一体どうしたんだい？逃げられました。さすがにこう暗くては人の身には分が悪い。それでむやみに追い回すよりはケイさんを張っていた方が良いのではないかと思いましてね。それは私がニエの血の持ち主だから。人以外の鬼が私を狙ってくるから。あなたはどこまで知って。なるほどね。あの子が出てくるとしたら K を狙ってのことだと山を張ったわけだ。そういうことです。なあ、うずき、いろいろあるだろう。因縁は水に流して、この土地の問題は私とユメイに任せてくれないかい？それはあの鬼のことも含めてですか？あの子のこともろもろ込みてだよ。では交渉するまでもありません。あなたさえいなければこんな面倒な事態に陥らなかっただろうと。何を今さら。それを言うなら私だってあんたら鬼切り部が余計なことをしなきゃ。あんたみたいな小娘に言うことじゃなかったね。悪い、大人げなかったよ。いえ。だけどケイ君は何をしようとしているの？あさっての朝まで待ってくれないかって言ってたはずだけど。明日の夜には何があるの？今夜の月は子持ち月、明日の夜には月が満ち切る。月は満月が人ではないものにどんな影響を与えるか、ケイさんだって聞いたことがあるだろう。だよ、それそれ。満月の夜はある種の鬼にとって最も力が強くなる時期なんだよ。そしてある種の儀式を執り行うのに最も適した時期でもあるんだ。
識という呼び方をすると少々横領に聞こえてしまうかもしれないけれど、例えば盆踊りは夏の満月の晩に行われるものなんだよ。